かやる。お父さんにお弁当持ってって。うん。親父、今日は一番端っこの八番校か。近道しよう。もしもし、そこのお方、ここはどこですか？どこってユースレル炭鉱だよ。アメストリス国の？そう、アメストリスの東の終わりの町。やっとわ、勝利！ついにあの大砂漠を越えて。おかげさまで助かりました。目的を果たす前に飢えて死ぬところでした。いや、それはいいんだけどさ。俺、カヤル、君は？申し遅れました。私はメイちゃん、こっちはシャウメイ、シンから来ました。シン国ってここから遥か東の大砂漠の向こうの？はい、砂漠越えで嵐に巻き込まれて死ぬかと思いましたよ。うひぇ、すっげぇ。そんな目にあってまで何しに来たのさ。ええ、ちょっと不老不死の法を探しにね。え？帰る！よかった、お前は言ってなかったんだな。ビットさん、何があったの？落盤だ、八番校がやられた。八番校に親父が。カヤルさん、親父！ダメだ。そんな、あれ？ものは
メです。力なき者は去れ。はい。
じゃんじゃん飲みねえ。あんたは命の恩人だ。飲め、飲んでくれ。コッタさん、子供に飲ませちゃダメよ。錬金術師に助けられたのは二度目だ。エルリック兄弟ってちょいと有名な錬金術師がいてな、俺たちがこうして笑って暮らしていられるのもそいつらのおかげさ。兄のエドワード・エルリックってのがやり手の錬金術師でよ、12の時に最年少で国家錬金術師になったって。今は15か16かな。金髪金目でちょいと目立つ風貌だったな。赤いコートと三つ編みも目立ってたぞ。最年少ですごい錬金術師、三つ編みの目立つ少年。その人に会いますか？どうかな。軍属だからどっかの司令部に行けば会えるんじゃねえの？決めました。エドワード様にお会いしてこの国の錬金術を教えてもらいます。では皆さん、ごちそうさま、ごきげんよう。待っててください、エドワード様。あ、行ってしまった。あ、すんげえチビだって教えるの忘れた。ウィンディちゃん、これ片付けたら休憩にしましょう。はい。よ、ウィンディさん。本日も良い天気でご機嫌うるわしゅう。エド、アル。いや、商売繁盛してらっしゃるようで何よりでござんすね。本当にいつも連絡なしなんだから、どうしたのよ急に。あんたって本当に進歩しないわね。
いくつになっても人の言うこと聞かないし、子供かってのよ。そういうおめえは修行どうなんだよ。オートメールに内蔵できるマシンガンの開発をしたわ。なんか間違った修行してね。ダブリスの師匠のところで収穫あったの？まあな。遠回りだけど前に進んでるかな。そう、ならいいわ。前に進まないで腕壊しただけなんて言ったら、あと 2,3 発殴ってるところよ。まだ殴る気か。それで次はどこに行ってオートメールを壊す気？壊すの前提かよ。中央軍部で調べ物しようかなと思ってんだ。セントラルに行くの？私も行きたいな。ヒューズさん家にお礼しに。そうだ兄さん、ヒューズ中佐。おお、そうだ。俺も入院の時世話になったし、挨拶しとかねえと。あ、でも私仕事が。いいわよ、ウィンディちゃんこっち来てから休みなく働いてるもの。たまには息抜きしてらっしゃいな。ありがとうガフィールさん。じゃあみんなで行くか。その辺で暇つぶしてろって言われたけど、どうやって？ここってオートメールの店ばっかでつまんねえんだよな。ある？何やってんだ？兄さん、お前がそんな態度してるときは大抵猫か何か拾ってんだよな。行き倒れ？そうみたい。元のところに捨ててこい。生き返った。あんた方命の恩人だ。ありがとう。ごっそさん。おごるなんて一言も言ってねえし。小さいこと気にしない。小さいよな。異国で触れる人情ありがたいね。外国の人？そう、秦から来た東の大国神。へえ、こんな遠いところまで物好きな。砂漠越え大変だったろ。あの大砂漠には参ったね。鉄道ルートが砂に埋まって使えなくなってたからさ、馬とラクダを乗り継いでクセルクセ水石を中継するルートでやっとこの国に入れたのさ。大回りしてでも回路を使えば楽だっただろうに。うん、それはそうだけど、クセルクセ水石を見ておきたかったから。クセルクセス？あそこ何もないって聞いたけど。大昔に一夜で滅んだなんて伝説があるだけだよ。調べ物があってね、この国にも錬炭術について調べに来た。錬炭術？そうか、この国では錬金術というんだっけな。俺たちの国では錬炭術といって医学方面に秀でた技術なんだ。この国は科学技術として特化してるんだって。ああ、お国柄ってやつだな。うちは軍事転用が主だから。今も南のアエル語、
西のクレタと国境付近で小競り合いが絶えねえし、北は北でドラクマが控えてる。一応不可侵条約を結んでるけど、天剣ブリッグズさんがあるから攻めてこれないだけで、こっちも一触即発だな。物騒な国だね。こんなに軍事に傾いてきたのは今のブラッドレイ大総統になってからかな。この国ももっと平和だったら、秦国みたいに大衆の役に立つ錬金術に進化したかもしれないね。だな。そうだ、君たちの国の錬金術についてもっと知りたいな。おお、そうそう、そっちに興味あるな。医学に特化したってやつ。へえ、ひょっとして君たち錬金術師？そう、俺はエドワード・エルリック、国家錬金術師だ。僕はアルフォンス・エルリック、ちなみに僕は弟ね。俺はリン・ヤオ、よろしく。そんでほら、そっちの錬炭術ってやつ詳しく教えてくんないかな。それ無理、俺錬炭術師じゃないから。術師じゃねえのに何を調べにこの国に来たんだよ。ちょっと探し物、君たちなら知ってるかな。賢者の石、すっごく欲しいんだけど、知らないかな。さあ、知らねえよ。お互いもう用はないな。じゃあな。おっと、待ってちょうだいよ。君たち何か知ってる風だね。教えてくれないかな。賢者の石を手に入れてどうする？フラオフ氏の方を手に入れる。そういえばこの前もそんなこと言う人がいたね。流行ってんのか？どうしてそんなものを求める？家庭の事情ってやつさ。何にせよ、これが人に物を尋ねる態度とは思えねえな。うぬれ庶民めが、若がこうして聞いておるのだ。貴様らこそ立場をわきまえろ。なろう、カルバサシみたいな妙な動きしながら。秦国の体術かな、やりづらいね。でもよ。うん、先生より弱い。くそ、ふらふらくねくねとやりにくい。命を取るまではしないみたいだな。
体何だってんだ。なあもう、あれ、つまり物は去れ。
行け。その程度か。己の未熟さを思い知るがよい。そうだ、そういうことか。ふふの
がアームストロング家に代々伝わりし怒り役。言うこと聞かないとバラだからね。
だと聞かれるや手札と名乗れ。わしに任せろ。これが連鎖術だ。その面を拝ませてもらおうかい。女？おい、それって。